はい、どうもベアンです。ナシコカンプラレールも5月9日で終わりまして、5月10日の方には、ちょっとお休みいただきました。で、5月11日にこのレイアウトの方を片付けていきたいと思いますけども、まずはですね、片付けの最初というのは、まず車両の方を撤収します。で、今ここのレイアウトには一切車両がありません。で、車両を撤収しまして、こんな感じでね、100均とかに売ってる A4 のクリアケースにこういう風に詰めます。で、一応この車両をね、ケースに詰めるときはですね、もう電池は抜いちゃいますね、こういう風な形で。で、今回使用した電池の数が半端ないです。もうね、何個使ったんでしょうね。すごいですよこれ、バーンとすごい数です。1日多分ね36本ぐらい使ってるんですよね。全部のね、走ってた車両が18編成だったので、まあ、それに必ず1回電池交換したとして18個で、だいたい1日に2回ぐらいは来てたので、まあ、かける2で36本ぐらいは使ってたということ で、 でそれかける、16日かな、なので何本使ってたんですかね。300本以上は使ってますよね。360本以上はね。で、そこから450とか使ってたんじゃないでしょうかね。450個、すごいですよね。1パック、5個100円でしたので、5個100円、9000円、まあ大体1万円ぐらい乾電池に使ったんじゃないかなと思いますね。で、考えるとですね、やっぱり充電用の電池の方がいいんじゃないかなというふうに最近ちょっと思ってまして、このね、パナソニックのエボルタの充電池ね、これ大体4本入りで大体3000円とか4000円ぐらいなんですよね、確か。で、充電器セットで5000円ぐらいだったかな。まあ3000円ぐらいで多分充電器のセットと電池が買えたと思うんですけども、まあそっちの方がコスパいいような気がしてきまして、ちょっと複雑ですよね。乾電池の方がまあ交換したりとかするの便利っていうのもありますけども、ベアンが住んでる倉吉市のゴミの廃棄の仕方が変わりまして、乾電池ね、なんかめんどくさくなったんですよね。なのでそういうこともあって、まあちょっと次回のイベントからはちょっともうちょっと、エボルタというか、その充電池を増やしてですね、充電器で、イベントを一期間、まあ、全部それで対応して、まあ、どっちがいいかっていうのをちょっと検証してみようかなと思います。さあ、まずはね、片付けて、このレイアウトを片付けていきますけれども、大体上の方から片付けていくか、まあ、この平面レイアウトを最初に片付けて、立体レイアウトを片付けていくかというふうになります。で、一応ね、ちょっとカメラのね、充電が持つまではタイムラプスで片付けの様子を、見ていただこうかなと思いますので、ぜひぜひご覧ください。では、頑張って片付けます！はい、片付け開始からだいたい約1時間ちょっとかなぐらいで、一応この一山のと平面レイアウトの方が片付いたと思います。で、一応ね、橋脚も1ケース詰め込んでおりますし、ミニ鉄橋とかね、カーブ鉄橋はこんな感じで、あと高架レールもこの小さい箱に入っております。で、架橋していた地下トンネルをこうやってね、外して置いております。で、プラロード大鉄橋のね、瀬戸大橋とかもこういう風に一応固めといてね、空いたケースのとかには入れていこうかなと思ってます。で、こんな感じで、いやー、意外とね、こちら側の一畳の方ですけども、そんなね、部材の種類的には少なくてですね、なんか思ったより早く終わりましたね。片山の方がね、一山の方が。で、こちらの方の今度ひな壇の方に、まぁ、ちょっとお昼ご飯食べてね、やろうかと思うんですけども、いつもよりはね、複雑には作ってないので、こっちもちょっと早いかなと思ってます。なので多分ね、あと1時間ちょっとぐらいあれば、一人でも片付けれるんじゃないかなと思いますけども、ほんとね、部材の種類が少なかったというのが今回ちょっと救いですよね。本当その、なんていうんですかね、細々したパーツを使ってないというか、機関車トーマスとかの、レイアウトとかだと、いろんな種類のパーツを本当、ね、使いますんで、箱とかね、いろんなそのケースとかを種類別に用意したりするんですけども、今回本当、使っている部材の種類自体が少ないので、そういった部分でもかなり楽かなと思いますね。久しぶりに伏線橋脚とグレー橋脚とか使ってますし、これぐらいですよね、種類が多かったっていう部分に関したら。
はい、まあ一人でね片付け黙々とできるので結構楽しいんですけどね。ちょっとお昼ご飯を食べて、こちらの方ね、ひな壇の方の山を片付けていきたいと思いますけども、頑張ります。はい、お昼ご飯もね、餃子の王将でしっかり食べて、あのスタミナを回復しましたので、一気に片付けていきたいと思います。はい、レイアウトのね、解体も終わりまして、部材のね、ケースへの積み込み、詰め込みかな、もう終わりましたけども、とりあえずね、1、2、3、4、5、6、7ケース半かな、まあ、約8ケースぐらいの、材料だったんですけども、この大鉄橋が入りきりませんでした。ケースがね、本当足りるかどうか微妙だったんですよね。もう最悪ね、買いに走ろうかなっていうふうに思ってたんですけども、なんとかねこれだけの余りで済んだので買わずにね、このまま裸で持って帰ろうかなと思います。これから車の方に積み込むんですけども、思ったよりねケースがね、大きなケースがそんな6個7個ですからね、7個半なので車の方に積み込む余裕かなと思います。いやー結構ね集中してやっちゃいましたね。橋脚の詰めるのはね結構楽しいんですよね。で自分なりにタイムトライアルとかしてね、何秒でできるかなとか、そういったなんかちょっと違った楽しみもしながら詰め込んでいくとね、一瞬で終わっちゃいます。本当だいたい340ぐらい入ってるんじゃないでしょうかね、2つで。なのでこのレイアウトで、680であそこにだいたい30ぐらい入ってるので700ちょっとかな。で物橋が1ケース半使ってたので、まあ、大体1000ぐらいの橋脚の仕様だったんじゃないかなと思います。はい、ではね車の方に積み込みいきたいと思います。はい、ベイアンカーへの部材の積み込み終わりました。意外とねスカスカでしたね。もっとパンパンになるかなと思ってたんですけども、意外とスペース空いております。2列目のねシートのところもほぼ空いてるので、まだまだ余裕に詰めたかなと思います。でただねこのね、地下直のね、この架橋トンネルがね、これがブレーキ踏んだ時に前にバーンで飛び出してきたりするんですよね。それが怖いんですよ。でただ今回ちょっとこちら側手前側が下に向いてるので、ブレーキ踏んだぐらいじゃ突っ込んでこないだろうなと、前の方にね。なのでちょっと安心して運転できますね。さあではね、イベント会場の方に戻って締めの動画にしたいと思います。はい、車の積み込みも終わりまして、イベント会場のね研修室がちょっとガランドゥになってしまいました。だいたい11時ぐらいから、朝の11時ぐらいから片付け始めまして、今が4時、20分かな。なのでだいたい今5時間ぐらいかな、片付け時間が。そのうちね1時間ちょっとお昼休憩させていただいたので、餃子の王将にね食べに行って野菜炒め定食を食べたんですけども、その1時間抜いたらだいたい4時間ぐらいで片付け終わりましたよね。でこうやってね、レイアウトがなくなるとね、ちょっと寂しい感じがしますよね。16日間にわたって活躍してくれたレイアウトもね、片付け始めれば4時間で消えてしまうと、儚いものですよね。組み立てには1日半かかったんですけどもね、そうやって片付けは一瞬です。はい、でこんなね儚いものなんですけども、またねたくさんの子供にね楽しんでもらえるようなレイアウトを作れるように日々ちょっと研究していこうかなと思います。とは言ってもね、その場その場でだいたいインスピレーションで作ってしまうので、日々の研究とか努力ってあんまり意味がないような気がするんですけどもね。はい、ごめんなさい。はい、という感じでね、このナシコカンプラレールも、これにて終了というふうな形になります。
グリプラのイベントとしましては5月の23日に、広い場所でね思いっきりプラレールで遊べるグリプラ広場というのを開催予定にしております。でそれにつきましてはそれのあ、まあ、グリプラ広場の詳細につきましては、概要欄の方にフェイスブックのグリプラのフェイスブック のリンクを貼っておきますので、フェイスブックページで、イベント情報というふうな形のしてますのでそこでご確認いただければなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。